マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤すみかわです。いきなりですが、あなたは運動苦手ですか？だから痩せないなんてことはありません。運動なしでも痩せる方法が知りたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。運動なしで楽に痩せる方法、詳しく3選お伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの方法で痩せることができるのか、その理由と、2つ目、運動が苦手でも痩せる、簡単に痩せる方法3選、1つずつお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの方法で痩せることができるのか、その理由3つあります。1つ目です。この方法に取り組まれますと、あなたの基礎体温を上げることができるんですね。あなたは基礎体温何度ですか？もしも36度もないという方は、かなりダイエット成功するのは難しいレベルになります。最低でもやはり 36.5 度はキープしていただきたいんですね。なぜか低体温のままですと痩せることができないんです。代謝がもう激落ちするんですよね。ところがこの方法に取り組まれますと、基礎体温を上げることができます。例えばたった一度基礎体温が上がっただけで、基礎代謝の 13% から 14% もアップすることができるんですね。運動なしですよ。いかがですか？運動をしても基礎代謝を上げるパーセンテージは 20% ほどと言われています。運動して 20%、 しなくて体温を上げただけで 13% から 14%、 いかがですか？ぜひですね、まずはこの基礎体温を上げることがあなたがダイエット成功させるための第一歩となりますから、ぜひ特に低体温の方は体温を上げていきましょうね。2つ目のポイントはこちらです。あなたの腸内環境が整う方法だからです。これすごく大事、もう毎回お伝えしてますね。どんなに食事を制限しても、運動を頑張っても痩せません。なぜか根本的に痩せ体質へとあなたが生まれ変わらない限り、やっぱり待ってるのは、そう、リバウンドなんですね。もったいない。でしたらちゃんと根本的に痩せ体質へとこの方法を使って生まれ変わってみませんかってことですね。じゃあどうなるか。やはり腸はですね、冷えていては動きません。やはりちゃんと最低でも6度5分ぐらいの体温で、しっかりとね、内臓が働く体温を保ちながら、やはり本来持ってる動きをマックス利用したくないですか？その時にやはり低体温だとダメです。じゃあどうすればいいか。腸をちゃんと動かして、ヤス菌たちが元気に動くためには、デトックスできて代謝を上げるためには、やはり体温を上げること。そうするとあなたの腸内環境が整いますよってことなんですね。では3つ目のポイントはこちらです。あなたの自律神経のバランスが整うからになります。自律神経、まあ、難しいんですよね。もうこのまま自律してる神経ですから、あなたがコントロールできないんですね。けれども一つできるとしたら、あなたが体温を上げてあげることなんです。低体温のままですと、この自律神経ちゃんと働くことができません。いろんな内臓の機能やホルモンのバランス等々が、本来持っている力が全く発揮できないまま、どんどん太る、病気になる、薬漬け、まあ、そういったね、負のスパイラルでとなってしまいますから、ぜひこの方法で自律神経のバランスも整えていきましょうね。では2つ目の項目です。運動なしでも痩せる簡単な方法3選ということで3つお伝えしますね。まず1つ目はこちらです。体を温める食材を積極的に食べていきましょうになります。あなたはいかがですか？お体を温める食材ちゃんと食べてますか？例えば生姜であったり、生姜紅茶有名だと思うんですけども、根菜類であったり、また黒っぽい色の食べ物ですよね、黒ごまとかね。逆です。逆に体を冷やす食べ物は白っぽい食べ物、例えば真っ白いパン、白砂糖などなど、こういった白っぽい色をしているものは基本的に体を冷やします。なのでぜひそういった冷やさないものを控えつつ、逆に体を温めるものを食べていきましょう。例えば見分けるポイントとしては、寒い地方で取れる食べ物
ですね、寒い季節で取れるお野菜たち、そういったのをやっぱり温めるわけなんですけども、逆に南国の暑い地域で取れる果物だったり生物、まあ、お刺身とかもそうなんですけれども、そういったのは冷えます。あと真っ白い食べ物ですよね。そういった形で日々の食材選びを気をつけるだけでも、あなたは低体温を改善することができて、ちゃんと体温が上がれば、先ほど私が項目1でお伝えした効果をゲットすることができるんです。では2つ目の方法はこちら、半身浴をしましょうです。あなたはいかがですか？特に暑い季節なんかはね、もうついついシャワーで済ませちゃうとか、家族がいっぱいいてね、もうついついシャワーで自分は終わっちゃうってことないですか？それですと太ります。しっかりと半身浴をすることで、例えば料理で言うと、フライパンでねステーキを焼く、ジュッジュッと両面焼いて切ると、中がレアという、これが体にも言えることなんですね。シャワーだとまさに今あなたのお体はステーキですよ。表面は温かくなったような気がしても、中は生煮え、ちゃんと内臓が温まってないんですね。では逆です。コトコト煮物です。じわーっと火を入れてあげたものはちゃんと中まで火が通ってほっくり食べれますよね。お芋とかも同じです。あなたのお体もちゃんと湯船に浸かって、じわじわっと体の深部まで熱が通るように温めてあげることで、代謝が上がって基礎体温も上がりやすくなります。で、ここで私が普段しているおすすめの半身浴の方法をお伝えします。これです。じゃん。別にこのブランドのお塩でなくても結構です。ただポイントは、精製された後のミネラルがもう全部なくなっている安いお塩はダメです。せめてこれ1キロあるんですけども、まあ、最低でも3、400、500円ぐらいですね。要はこの後ろのですね、原材料を見ていただくと、カリウム、マグネシウム、カルシウムなど、こういったミネラルがまだちゃんと残っているいいお塩を1キロ準備してください。でね、湯船に、まあ、半分お湯を張っていただいて、だいたい42度前後がいいと思います。そしてね、躊躇なくこの1キロの塩も全部ダダダダダダーっと入れていただき、よく溶かしていただいて、半身浴です。みぞおちから下ですね、だいたい最低でも15分から20分、30分慣れてきたら徐々にお時間を増やしてもらいたいんですけども、ぜひ半身浴で使ってみてください。肩までどっぷり使ってしまうと、あの心臓に負担がかかりますし、長く浸かることが難しいと思いますから、ぜひみぞおちから下、そして半身浴に入る前後はコップ一杯の左右、もしくは常温の天然水をしっかり飲んで水分補給をしてみてください。で、私は毎月1回ずつ、ほぼね、新月、満月来ます。その日の夜は必ずこうやって塩浴をするんですよね。月の引力の関係でめちゃくちゃ普段よりもデトックスします。汗が出ますし、もうこれは実際に入ってみた方しかわからない感覚ですから、ぜひあなたも取り組んでみてくださいね。もちろん新月満月の日以外でも OK ですよ。では3つ目はこちら、体を冷やさないです。とにかく冷やさないでほしいんです。特に私たち女性は体の冷えも大敵なんですね。もうダイエットも健康にも全くいいことはないです。ですからどうすればいいかというと、私原点整体師なんですが、首というつく場所を温めてください。もちろんこの首、手首、そして足首、あとお腹周りですね。例えば腹巻きとこうパンツが一体化したものでしたら、もうそのまま全部温めることができますし、そうではなかったとしてもレッグウォーマーとかね、アームウォーマーとかありますよね。首というつく部位を温めることっていうのがポイントと、女性だと特に骨盤周りです。お腹周りは腹巻きをしていただいたり、北海道でおへその下とお尻のね間の仙骨っていう骨があります。仙人の骨って書きます。そこを挟み打ちされるとポカポカと内臓臓器を温めることができますから、ぜひね、これから寒い季節突入してまいりますので、しっかりとお体を冷やさないようにしてあげましょう。もちろん冷たい食べ物、飲み物を入れてしまうとキッキンに冷えるので、私は一切そういったことはねしていないんですね。で、どうしてもしちゃった時はさっと茶湯を飲んだりして、すぐにお腹の中リセットしてあげてください。
さあいかがだったでしょうか。今回は運動が苦手な方でも大丈夫です。まずはあなたの体温を上げていくことで基礎代謝が上がって痩せますよってお話ポイント3つお伝えしました。できるところから取り組んでみてくださいね。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際にやってみてこんな風になりましたというコメントいただけますととっても励みになっております。お待ちしてます。それでは次回の動画でお会いしましょう。